あどうすればいいの？ずっと家にいろと？そう言いたいの、エンド。店を閉めるんだ。文句は言わせない。もう諦めるの？あなたは今まで見た中で一番最低の商人だ。衛兵に連れて行かれればいいのに。どうしてパパと喧嘩しているの？つまりこの家に関しては何も知らないんです。いや、誰かが出入りするのを見たことは、奇妙な明かりを見たり聞き慣れない声を聞いたことは。ここは見捨てられた。今もなお見捨てられている。失礼。この家について何か知っていることは、誰かが出入りするのを見たとか。この町の誰も見たことがないらしい。ステンダールの番人のものだ。どうやらこの家がリドラの信仰に使われているらしい。いわゆる悪魔崇拝だ。実は中に踏み込もうとしていたところなんだ。援護してもらえると助かる。ついてきてくれ。警戒を怠るなよ。デイドラは手強い化け物で人を惑わそうとする。何が起こるかわからないからな。新鮮な食べ物がある。家具の木材は腐っていない。誰かがここにいた、つい最近までな。鹿か。誰に聞いても人が出入りしているのは見たことがないという。待て、今の聞こえたか？こっちから聞こえた気がする。そうか、何かが家の中にいる。ほい、どうやら核心へ近づいているようだぞ。出てこい。そこにいるのは分かってるぞ。別の扉があるぞ。開いてみろ。ああ、ステンダールよ。こいつは普通のデイドラではない。応援を呼ばねば。弱いぞ。奴は腰抜けだ。お前は強いぞ。奴を倒せ。お前が先だ。さあ、行くぞ。すぐに逃げるぞ。急げ。すぐに逃げるぞ。急げ。ダメだ。殺せ。骨を砕き、肉を引き裂け。頭の中から消えろ、デイドラ。殺すのだ。殺せ。さもないとお前が死ぬぞ。死にたくない。ここで死ぬわけにはいかない。デイドラに追い詰められた。どっちかがやられる。報酬が待ってるぞ。もう少し先だ。
もっとだ。腹渡の中へな。もうすぐだ。褒美が待っているぞ。支配の王であるモラグバルが、そう簡単に報酬を授けると思ったのか。その狭い檻から何が見える？話せ。鋭いだろう。我が名のもと生贄に捧げられた者たちは死の間際にこれを見た。だがデイドラの王にも敵はいる。我が宿敵であるボエシアの司祭が神聖な祭壇を汚した。祭壇が最後に血を吸ってから長い年月が経った。そしてお前が来たんだ。そうか、報酬はやると言ったはずだが、お前たちが言うところの自由というやつも手に入るのだぞ。だがボエシアの司祭は囚われたままだ。我以外の誰かの手によってな。やつは傷つき苦しんでいる。やつを救え。もう一度儀式を行わせるのだ。それが終わったらやつの魂をもらう。しているんだ、司祭。隠し事なんかじゃない。わけあって公表できないんだ。帝国お決まりの嘘だな。最初はタロスを取り上げ、今度は我々の名誉ある死者に会わせてもくれないのか。俺の祖先の遺体を冒涜したことでお前と市長は罰を受けるだろう。ゾンバ、もういい。終わった。止まれ。ドゥーマー博物館は王宮魔術師の許可がないと誰も入館できない。カルセルモだ。彼は首長の魔術顧問だが、大半の時間を遺跡の研究に費やしている。入りたければカルセルモが許可を出す。彼は普段ヌチュアンドゼルの前にいる。トンネルを抜けたところだ。何かご用？
いでしょう。嘆きの玉座への接近を許可するわ。ただし言葉には気をつけなさい。道中フォースウォーンには気をつけてね。イグマンドと話せ。ホルフディルの息子でマルカルスの主張だ。衛兵から聞いたマルグレットのことは残念だ。目撃者の話では犯人は自分はフォースオンだとかわけのわからないことを叫んでいたそうだが、事態をはっきりさせたい。マルカルスには問題が山ほどあるが、この町にフォースオンは存在しないはず。彼らが存在する丘や道沿いでは脅威となるが、それ以外の場所は我々の支配下にあるのだから。ああ、分かっている。ここに来るなら我々に有利な点がある。町は山の斜面にあるから、たとえ空からでも近づくのは困難だ。そして全ては石で作られている。寝床さえもだ。ドラゴンの炎に苦しむことはない。町を管理する仕事がある。失礼するよ。危険そうな呪文ね。近づかない方がいいわ。その呪文を使うときはくれぐれも気をつけろ。市長がフォースオンに賞金をかけたようだな。詳しいことはこの布告を見るといい。手紙を読まなければいけない。そこで何をしているのだ。発掘現場は閉鎖されているはずだぞ。作業員も衛兵も必要ない。ヌチュアンドゼルか。あのマルカルスの地下にある廃墟のことか。私がもう人生を二度生きるくらい長く調査している秘宝のことか。バカ者め、私が誰かも知らないというのか。アブリエルでドゥーマを調査している中で最も名が売れた学者なんだぞ。お前らと来たら
私の邪魔をしてばかりだ。すまない、少し興奮しすぎてしまったようだ。今イライラする仕事の真っ最中で、ついカッときて怒鳴ってしまった。何か用事でも？その通り、調査したものをまとめるのに使っている。時々市長が質問をしに来ることもあるが、幸いなことにそんなことは稀だ。お前が一つ約束するというのなら、ここに入れてやろう。ヌチュアンドゼルというところに、作業員たちがニムヒと呼ぶ大きな毒蜘蛛がいる。もしニムヒを始末してくれるのなら、発掘現場とドゥーマー博物館に入れてやろう。どうだ？熱心だな。いいだろう。これが発掘現場へ行ける鍵だ。ちょっと見てくれ。なんと、もうお別れか。カルセルモは叔父にあたる。研究所に関する彼の手伝いをしているんだ。